はい、こんにちは、スプラトゥーンのめちゃんとベルちゃんです。お、ベルちゃん運転ですよ。はい、ということで今日はね、イオンモール串川店に行くんだけど、その1日のどんな僕たちがどんなことをするのかっていうのをちょっと1日のルーティンやっていきたいと思います。 OK? OK です。はい、ちょっと待って、じゃあ、はい、まず、ということでね、コメントをすごいね、本当にね、みんなね、本当にいっぱい優しいコメントをしてくれてね、でこれをね、ちょっとね、はい、狼さん、落書き消すとか、梅ちゃん、鬼落とさず起きるまで置いとかないとですよね。女の子の顔に落書きはダメですよ。やっても最後ちゃんと落書きを優しく消しちゃったので、よしとしましょう。すごいね、みんなね、優しいね。悪魔の梅ちゃん、そう、悪魔の梅ちゃん見て、キーチさん、ちゃんと落としてあげる梅ちゃんが優しいけど、ベロちゃん起きない。いや、本当にベロちゃん起きないんだよね。 SW さん、起きないのすごい、落とすの優しいですね。なんかね、みんなね、本当にね、なんかね、優しいよね。アキさん、逆に何したら起きるんだろう、覚えてない？進撃の巨人のあれ見ようよって言ってみればどう？あ、そういうこと？それとか、アルミのあれ、ぬいぐるみ買ってきたとか。あー、じゃあいいドッキリってことね。もしかしたらそれで起きるのかもしれない。はい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 。わからない、自分もわからない。うん、コツさん、最後はルーレット関係なくなってる、あんなに顔にガッツリいたずらされても目が覚めないベロちゃんにびっくりでした。最後はちゃんと決して何もなかったって。この動画ベロちゃん見たら怒られるかも。怒った？見た？見た？びっくりした？びっくりした。はい、あきらさん、肌荒れちゃうけどしっかり落としてあげてる梅ちゃん優しいだって。はい、っていう感じで、朝の車の中でベロちゃんは運転、うん、目を、ね、眠たい目をこすりながら、そして梅ちゃんはコメントを返す、コメントを返す。はい、じゃあ次バトする？次は踊る。イエーイ。音楽がない。なんかこんな感じだね、ここで。今ここなんですね。そうそうそう、スプレーやるからね。おー、ここで絵を描きます。 OK、うん、OK。 はい、じゃあちょっとね、はい、ここに押さえるんですよ、順番もあって。ほら、新聞こうやって入れて、わあ、
はい、おはようございます。ということで、はい、こんな感じで準備終わって、で今日はね、はい、12月29日。はい。ということで、これね。かわいすぎる。さあ、来年は何年ですか？牛です。はい。じゃあ、今年は？今年は、ネズミ？あ、知ってんじゃん。すごいじゃん。本当？そうそうそう。本当に当たった。うん。でこれをとりあえずね、うん、ミックスして、これはね、プレゼントでね、配っていきたいと思います。お、いいですね。そして、今からね、ちょ準備終わったから、うん、じゃあベロちゃんとちょっとデートタイム。いいじゃん。する？オッケー。でコーヒータイムして、はい、それから書いていきたいと思います。オッケーです。オッケー。はい。お、いいですね。ベロちゃん何がいい？私何がいいかな。あれ上のお茶。あったかいコーヒー飲もう。あ、オッケー。お茶？お茶。右のやつ右。これ？レモン。超甘いよ。それ好き。甘いよ、はい。これね、はい、ちょっとベロちゃんさ、見て、なにこれ、おい、いつも8000も入ってんの、こんな感じ。1万入ってるよ。1万8000入ってるよ。あ、入ってます。じゃあ、もらいます。にゃ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 。はい、それはスーパー行くのね。あ、スーパーで使うからいっぱい入れてんの。そう、なんかお釣りが嫌だじゃん。そう、ね、そうね、お金は持つの。1万8000って1年分でしょ。え、1年分私たち何食べるの。え、塩。塩米はあるから。塩だったら、え、2年分かな。死んじゃうわ。塩分高くて死んじゃうわ。はい、そうだよね。ありがとう。あっちで休憩しますか。はい、はい、はい、じゃあちょっとね、じゃ始まる前に一服して。一服？一服して。一服って何？え、一服って何？もういいよ。え？え？一服、切腹ってこと？そう、一服して。一服、切腹ってこと？わからない。切腹って何？うん、なんで切腹してて一服知らねえんだよ。だって一緒じゃない？一服、切腹。違います。あの、お茶しながら、うん、日本語を教えてくれるね。あ、そうだね。ね、ちょ、お茶しながら喋るときはね、日本語で嘘ついたりね。そうだね。冗談ばっかだね。だから本当の日本語は分からないけど。本当に日本語分かんないね。うん。オッケー、レッツゴー。はいよー。はい、今、夕方の6時ぐらい。今結構ね、何枚ぐらい書いてるの？ 50 枚ぐらい書いてるかな？多分。50枚ぐらい書いて、まあ、お客さん多分あんま写せないから、まあ、今日こういう風にやりましたとかね、絵描きましたで、何人か集まって、絵描いて、で、6時で多分あと2時間ぐらいかな、やって、これ多分ね、300枚ぐらい配ったかな。ただ歩いてる人だけでもね、はい、じゃあこれで、可愛いってちょっとでも思ってくれればね、いいよね。で、本当はみんな可愛いって言ってる。みんな可愛いって言ってるよね。うん、もう少しじゃあ、描いていきましょう。OK! OK! Let's go! はい。今ね、今ね、10時ぐらいなんだけど、今ライブ中です。ライブしながらここでお客さん、こんな感じでね。ハロー。まだ10時、もう10時15分なんだけど、まだお客さんが来てくれてます。くれてますね。見るの初めて。じゃあ、はい、出てくれたから、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、もう少しおしまいだから。うん。で、はい。やばいやばい、10時半にはちょっと終わらせて。はい。じゃあ、カラオケして。はい。じゃあ、明日の準備かな。明日の準備だよね。OK です。じゃあ、また。はい。今ね、11時。やば。18分。11時18分で今お仕事が終わりました。終わりました。で今から、はい、まあ、今こういう状況じゃん。こういう状況、こういう状況なんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って。はいはいはい、まあ、これが今ライブ、 YouTube ライブをやりながら絵が売れたやつね。売れたね。売れた。うん、全部じゃないけど、まあ、何枚か売れました。何枚か売れました。まあいいや、とりあえず片付けします。はい、こんな感じです。はい、まあ、片付けして帰ります。 OK。 OK。だいたいどのぐらいかな。15分かな。15分ぐらいかな。まあ、今23分、11時23分で、じゃあ片付けします。 OK。 はい、はい、
綺麗になったよね。あ、はい。まあ、じゃあ終わりました。今何時ですか。何時でしょうか。おー、2分前。シンデレラみたい。シンデレラとりあえずこれで、これが今日の一日で、うん、今からゲーセン行きます。ゲーセン行きましょう。やったー。今ね、やばいやばい。さっきあの YouTube ライブで売れた、うん、売れた絵を袋に入れたりして、うん、発送準備してます。イエーイ。それでこれから俺がシャワーを浴びて、うん、でアニメを見ます。イエーイ。で寝ます。イエーイ。ということで梅ちゃんたちの一日のルーティン、うん、一日中、イエーイ。おしまい。おしまいで、です。何時ですか。8時に今1時45分。1時45分。もう日付変わったね。日付変わった。でまだ終わってない。中で多分30分とかね。30分ぐらいで準備して、で俺はもう寝ていいのかな。まあイオヘはあのお風呂入ってる間に私これを準備して、来たらアニメ見て、うん、薬飲む。 OK ということでね、うん、スプレーアートで飲めちゃんとベロちゃんの一日のルーティンでした。ルーティンでした。 OK ということで、楽しんでもったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。アディオス、アミゴー。バイバイ。